さあ体勢整った、人事を尽くして栄光を待つ、いや執念でその時掴み取れ、日本ダービースタート数えた82回目好スタートを見せました。さあ先行争いは一番外からタガノエスプレッソが行くのか、北サンブラックも前目、スピリッツミドルは前に行きませんでした。そしてミュゼイリアン横山先行だ、連れて北サンブラックだ。さあそしてそんな中13番リアルスティールは中段の外外、そして染め分け棒ドゥラメンテはその前を行っています。このオレンジと白の染め分け棒が前の方行っている、その後ろに同じ7枠リアルスティールです。最後方から水城さんという形になっています。難しい難しい1次コーナー中間です。特にドゥラメンテは気持ちを落ち着かせながら馬と会話をしながら難しい2コーナーから向こう上面へ。さあ先頭はミュゼエイリアン横山典弘、この春 G1 も2勝している東のベテランジョッキーです。2番手北サンブラック、そして高野エスプレッソ菱田が思い切っていった3番手、そしてここにいたリアルスティール、その前にドゥラメンテという形になっています。里のクラウンは後方寄りの競馬を選択しています。後ろから4頭目、さあ先頭から見ましょう。第82回日本ダービー先頭ミュゼエイリアンです。2番手に北サンブラック、外の方からスピリッツミドル、今日も行けませんでした。そして並ぶようにして内からコメート、ダービー初以上の加藤です。その後ろに18番の高野エスプレッソ続きました。前は5頭の体勢です。その後ろから染め分け棒はベルラップ、外を回ってはここに9番のコスモナインボールです。さらにはドゥラメンテ、ここドゥラメンテ、ここ外を行く白とオレンジの染め分け棒、内から1番のサトノラーゼン岩田康成、あとその後ろからレイブミストララがつきました。体半分差グアンチャーレ、その外にリアルスティール福永雄一、今度がその思い、その後ろから12番のアダムスブリッジがいまして、ダノンメジャー、外からサトノクラウンがここ、さあ剣道将来サトノクラウン、ルメールです。そしてタンタアレグリアがいて、ミゼスルタ、そして最後方から6番のポルトドーという武豊です。 1000m 通過が58秒8というラップタイムを刻んでいます。暑い暑い日差しが照りつける今日の府中東京競馬場のターフ、さあ4コーナーカーブ、ここからはもう後戻りのできない真っ向勝負、全てをかけて全てをかけて、さあ直線だ日本ダービー、目いっぱいに追っているミゼスル、ミゼエイリアン横山典弘、並びかける北サンブラック、先行勢が粘っている、そんな中グアンチャーレも頑張っている、さらにはタンタアレグリア、エビだ、さらには来たかドゥラメンテか、残り200、ドゥラメンテ先頭、ドゥラメンテ先頭、やっぱり強い、あっという間に抜けました。2番手サトノラーゼ、ドゥラメンテ2冠達成。阻むものは誰もいなかった、あっという間に突き抜けた、強い、新時代の訪れを告げる日本で